で多分このエニアグラムとかでもそうなんですけど、はい、これは、うん、この奥、はい、そういう自動反応、はいはい、うん、自動反応の奥にあるのが、うん、おそらく本当の自分で、うん、そこを見つけることができると、うん、楽になるらしいんですよ。まあ囚われって言ってますからね。で多分それを感じなくなるというんでしょうか、うんうんうん、要は不安があってそういう何か行動する、うん、でその行動、うん、不安があって行動する、はい、けどその不安そのものが自分が生み出したものじゃないですか。そうですね、うん、そうですね、うん、だから多分そこにそんなに意味はないんです、その不安自体。はい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 、うん、同じ経験をしてこの人は不安を感じるけどこの人は不安を感じないみたいな状況って結局あるのかないのか分かんないみたいな。というところでこの本に自己分析の手引きっていうコーナーがあったんですね、はい、うん、そんな自分をどうやって自己分析すればいいんだろう、はい、まず第一に自己分析をしようと思うものは、うん、その目標をはっきりつかむことであると、はい、自分の神経症的傾向を直したいとか、うん、性格をちょっと直したいと考えたとして、うんうん、はい、どんなところをどう直したいのか、うん、それをはっきりつかむ必要がある、うん、ただ漫然となく、うん、これをやってみたらなんとかなるだろうぐらいで始めたのでは、うん、真剣さが足りないと、はい、したがって十分な効果を期待することができない、うん、なのでそのはっきりとした目標を見出すのが必要であると、はい、自己分析を始めるとしてはしょっちゅう自分の心の動きに注意して、うん、なぜかを考える癖をつけることが必要である、うん、と書いてあるんですね。だからちょっと バクッとしてますよね、うん、ではじゃあ焦点を絞って観察しようと、うん、例えば最近何か嫌なこと、はい、恥ずかしかったこと、うん、尺に触ったことがっくりきたこと、うん、がなかったかを思い出しましょうと、うん、で思い出した時に例えば事例としてですね、うん、ごめんなさいね、ある E さんは 朝出かけに奥さんから、うん、帰りにパン屋に寄って食パンを買ってきてと言われました、うん、ところが E さんはそれをすっかり忘れて家に帰りました、うん、はい、っていうところで自由連想してみようっていうんですね。早速考えてみたと、うん、例えば精神分析では、うん、物を忘れるっていうのは、うん、忘れたい気持ちがあるからというが、うん、じゃあ一体自分は、うん、なぜそれを忘れたのか、うん、で例えばその朝奥さんと喧嘩でもしたんなら、うん、理由の一つになりますよね、はいはい、その、うん、忘れたいっていう、うん、要はあんなやつに買ってってたまるかっていう気持ちもあるでしょうし、うん、ただ E さんは、うん、その点では思い当たる節もないと、うん、そこで思うままに自由連想してみようと思ったと、うん、でぼんやり考えているとずっと昔この E さんは仲間が、うん、まあ、ちょっとそのまま読みますね、はい、ジャーマンベーカリーというパン屋の2階で、うん、よく研究会をやっていたと、うん、そういえばあの頃はよく勉強したな、うん、あの頃の連中はどうしていたかな、うん、あの中で一番優秀だったやつは F だな、うん、そういえば F は今もそうだが、うん、あの頃からなかなか毒舌家だった、うん、いつか僕の教育論をひどくけなしたことがあった、うん、それ以来彼に対しては不快感が募ってきたようだ、うん、あいつは再起に走りすぎてるじゃないか、うん、あれどけの才能がありながら惜しいやつだ、うん、ざっとこんなことを考えているうちに思い当たることがあった。そして眼前が急に開けたように思った、うん、それは F に対する不信感から、うん、そのパン屋の2階でやっていたので、うんうん、パン屋に対してあまりいい思い出を持ってなかった、うんうん、から、うん、今朝頼まれたパン屋も似た名前だった、うん、から、うん、嫌だったんだなっていう洞察をしましたと、はい、で自由連想を用いた自己分析の例として、うん、さらにじいさんの例を挙げてみようと、うん、高校の先生であるじいさんは、うんうん、ある日他の教師たちの研究会に助言者として招かれたが、その帰りの出来事であると、うん、電車に揺られているうちに何とも言えぬ寂しいやりきれない気持ちに襲われましたと、うん、なぜか今日の会では特に失敗してない、うん、どちらかというと非常に和やかの会で楽しかった、うん、でもなんか寂しい気持ちになったなぜか、うんうん、で自由連想してみると、うん、ある
町はじいさんが学生時代を過ごしたところだが、戦時中のことで暗い毎日だった。戦後間もなく何かの用事でその町に行った時、どういうはずみか町の不良に袋叩きにされた、で家に帰ってから情けなく泣いてしまった、っていう昔のことを思い出しているうちに、この電車に乗った時に思い出した、っていう精神分析、自己分析とかで、何か嫌なことがあった時とかに、自由連想、なぜこれが起こったのか、っていうのをずっと考えていくと、要はその無意識の中で避けていたこととかに気づくことができるよ、とあって、例えばある例としてまた出てくるのが、彼女と旅行に行くっていう時に、家を出る時にお母さんに、じゃあちょっとこれお小遣いあげるって言って手渡した、じゃあ旅行に行ってくるねって彼女のところに向かいますっていう電車の道中で、パッて財布を見るとお金を持ってないなっていうのに気づいて、ああ、あの時母親にお金を渡したからだって思った。で、なんでこのあの時お母さんにお金を渡してしまったんだろうって思うと、どこかその母に対して、母定着っていう言葉が書いてあったんですが、母を恐れているっていうのに気づいて、どこかで許してもらおうっていう気持ちで母親にお金を渡している、渡してしまったっていう自分の行動に気づくんですね。今考えると、例えばその彼女と旅行に行くことで母が快く思わなくなった、でも今子供と違いますからね、あ、もう母親は母親で別に怒らしとけばいいって考えることができるとちょっと楽になるっていう例が挙げられていて、その行動の一つ一つにどこか無意識であなたを動かしている部分がありますよ。で、多分今挙げた例を法内さんが聞くとまだ浅いって言うだろうけど、その少しでも自分でその無意識で動かしている部分があるっていうのに気づくと、それだけでもちょっとだけその行動が自由になるよっていうのが挙げられていてですね、面白いやないかと。確かにこの無意識に行動ってやるじゃないですか、まあ、大体そうですよね。あの、人生って選択の連続ですもんね、パンの件こじつけに見えますけど本当に関連してたら面白いですね。まあ他人から見ればそうですよ、そんなの、ただ自分が何か行動した時に、その生活って選択でできてるので、何気に選ぶじゃないですか。何かが影響してるっていうのは、まあ、あるとは思いますけど、ね、そう、多分その奥には何かが影響してるんですよね、何かは影響してます、で多分僕らはそれに縛られてるんですよ、でエニアグラムではそれを、こちらの本、このエニアグラムの本では、それをエゴと言っていて、で私たちはそのエゴを見て自分だって言ってるんですけど、本当は多分違うよっていう。エゴは取っ払えるって話ですよね、多分。理論的にはね、はい、僕ができるとは言いませんけど、なので、あの、このカレン・ホーナイさんの自己分析のところにある自己分析の手引きっていうところでは、自由連想、なんで僕こんなことしたんだろう、っていうのを、ちょっと楽にして考えていくと、もしかしたらその何か、過去の何かが見つかるかもしれない、でそこにずっと考え方とか、そうですね、考え方もそうですよね、なぜ僕がこの右寄りで、風土左翼で、っていうのを探っていくと、何かにぶち当たるかもしれない。そうです、で、この本にも、自己分析の限界とか、その自己分析の限界ですとか、その中心の抵抗っていうのがあるんですね、でもそれについては、もう認めろって書いてありました。あるんだなって、それがあるねって、それを変えようとするのは難しいかもしれないと、いうのは書いてありましたね、それはそういうものとして存在してる
そうですね、と認めましょうね。はいはい。なのでこのであとは基本的には、うん、その自分自身の力で治るっていうことが書かれていますね、うん、なんでそういうのも嫌なところも基本は自分で考えて、うん、ちょっとずつ変えていけますよっていう、うんうんうん、あとはまあよく言われることですが、はい、人の批評、うん、悪口、うん、叱責っていうのは、うん、その人の解釈、うんうん、まあそうですね、なので、うん、あなたが気にする必要はないと、うんうん、いうところが、はい、を読みながらですね、うん、読むと、うん、あなんか確かにちょっと変えられるのかもなとは、嫌なところとかね、うんうんうん、まあそんなに苦しむ必要ないみたいなところじゃないですか。隊長はいつもそれを言いますよね、うん、だと思う、うん、でもやっぱり僕はこの神経症的傾向を見ると、はい、うん、何個かには縛られてるなとは思いました、うんうん、まあそう縛られるのは多分ありますよ。僕もまあそういうことあるかなっていうのはまあなんかいろいろありますけどね、はい、強くはない、ある特定のものに強くはないけど、はい、少しずつぐらいはこう全部さすがタイプ Q あるみたいな、はい、うん、でこれはエニアグラムの本にも書かれるんですけど、はい、結局はその認識システム、我々の、うんうん、認識システムが、うん、そうなんですよ、うん、認識システムの設定、うん、神は多種多様に定義されますが、うん、赤ん坊の頃、うん、私たちはあらゆる意味で、うん、親を神として体験します、はい、神とは何なのでしょうか、うん、創造主で与えるもので、うん、全知の存在です、うんうんうん、赤ん坊にとって、うん、そうした定義に当てはまるのが、うん、親です、うん、もうそうですよね、うんうん、親が赤ん坊を作ったわけですから、うんうんうん、で文字通り両親を創造主として体験します、うん、親に放置されれば赤ん坊は死にます、うん、生き延びるのに必要なものを与えるのが親です、うん、本当全知全能ですよね、うんうん、で赤ん坊からすると両親は全てを知っています、うん、しかも赤ん坊の知覚空間にはない外という別の世界へ行けるのが親ですからと、うん、ただ残念なことではありますが、うん、私たちの多くは、うん、神であるはずの親が、うん、目覚めていない世界に生まれ落ちています、うん、なのでその純粋な気づきとして、うん、世界にやってきた私たちは、うん、完全に親に依存しています、うん、で神である親は、うん、子供に名前を与え、うん、私っていうのは、うん、肉体だと教えますと、うんうんうん、でしばらくすると私たちは過去と現在という概念を持つようになって、うん、神である親に霊属するように、うん、トランス誘導されます、うん、個別の存在としての自己イメージが刻印され、うん、これが私たちにとっての原初の傷となります、うん、まあ、原初の傷っていうのは要は親の価値観ですよね、うん、要は親がいい子だねとか、はい、親がこういう子に育てようっていう風に育つわけじゃないですか、うん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 、この子の本当の部分に関係なく、うんうん、これがいいと思って、はい、うん、やりたくないかもしれないのに、やりたくないかもしれないし、はい、会ってないかもしれないし、そうっていうところにちょっとでも気づく手はずとしては、うん、この自由連想、うん、何か自分がやっていて、うん、違和感を感じた時に、うん、なんでこの違和感を感じるんだろう、うんうんうん、っていうのを掘っていくと、うん、何かその小さい時なのか、うん、どこかで、うん、その傷ついた自分に出会えるかもしれない、うん、で気づくと、うん、そこからその当時のジャッジではなく、うん、現在の視点でのジャッジができる、うん、まあ、傷じゃない可能性もあるかなと思いますけどね。なるほど、今僕はちょっとスピリチュアルに寄りすぎましたかね。いや、すっごいいい経験をしたのにぶち当たるかもしれないじゃないですか。なるほどなるほど過去の、あ、でも、それの、うん、その成功体験が、うんうん、今失敗体験になってるかもしれないとか、かもしれない、あの時はうまくやってたのに、うん、なぜうまくいかないんだろう、これをやったらいいっていうのがもう入っちゃってるみたいな、あー、うん、なんかたまたまうまくいっただけみたいな、トンネルズさんを見てるみたいですねまあ、トンネルズさんがわからないですけど、あ、要はなんかあの時ホモーダホモーが受けたのにさ、はい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 、なんで今やると叩かれるんだろう、あ、そういうことですね、うん、全く受けなくなったね、うん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 、テレビに出られなくなったね、うんうんうん、まあ、そういうダウンタウンはずっと出てるね
多分松本さんもどこかで変えてますよね。変えてるの、うん、要はもう今絶対にあの、うん、外見的な悪口って言わないじゃないですか、はい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 、昔はよくなんかその、うん、受け口の人のことの名称とかを言ったりね、うんうんうん、してたけど、うんうんうん、言わなくなりましたもんね一切、うんうん、昔はまあそういうの多かったですよね。ダウンタウンも多かったですよ、うんうん、はい、っていうのを自由連想してみよう、うんうんうん、とするとなんか自分の何かに気づくかもしれない、うん、あとその神経症には10個の、はい、神経症的傾向があり、うんうんうん、それはあなたの不安とくっついている、うん、はい、それに気づくと自由になれる、うんうん、みたいな話をしました。はい、はい、まあ、探ってみましょう、はい、探ってみましょうって話ですよね。そうですね、うんうん、なんかこれね僕ちょっとやってみようかと思いました、うん。